夢ラジオ第451回、今日は平成29年5月28日日曜日です。時刻は午後5時回ったところ。横浜港北、日は傾いていますがまだ街は明るい。緑道を走ってきました。この季節緑道を走ってる人、私以外にも何人もいましたね。これから本格的夏になってくると緑道も走れなくなりますね、暑すぎて。まあ今のうちって感じ。明日からのマーケット、上昇して始まるでしょう。けれど、この夢ラジオで何度も言っているように、為替が115円ぐらいまで上昇しない限り、日経平均2万円、なかなか難しいでしょうね。さて、451回目の夢ラジオ。今回は帝国海軍の軍人井上重義、井上重義さんを取り上げます。鳴海と書いて重義ですね。帝国海軍が輩出した最後の海軍大将はこの人です。ちょっと歴史好きなら、戦前三国同盟に反対した時、米内海将山本次官、井上軍務局長、このトリオで海軍から三国同盟に反対、こんなことも知ってるかもしれません。まあ米内とは仲良かったようです。米内が岩手出身、井上が宮城出身ですから、その意味でも馬あったのでしょう、海軍内でね。あと米内と井上、語学ができたという点でも共通点多い。米内はロシア語、一方井上は英語もドイツ語もフランス語もマスターしましたね。この人はすごい。ですから世が世ならば、海軍軍人でなく語学の先生になってた、そんな人だったんじゃないでしょうか。そういう語学の達人が三国同盟に反対し、そして最後まで日米開戦にも反対した、その視野の広さが持てた、その理由の幾分かは語学の視野の広さによってだったんではないか。私は心ひそかにそう考えています。井上が語学の達人だったからこそ、三国同盟の愚かさ、日米開戦の無謀さ、それを予測できたんではないか。以前放送した高野長英と並び、語学の達人として私が目標にしている人でもあります。そういえば高野も
水沢出身でしたね。みんな東北出身ということはどういうことでしょう。井上茂義が歴史に登場するのは満州事変が起きた後あたり、当時軍務課長、陸軍では帝国陸軍では参謀本部が勝手に作戦立案、そして遂行できてたんです。もっと言えば作戦系が軍政系に優越していたんです、帝国陸軍はね。一方帝国海軍の方ではまだシビリアンコントロール効いていて、海軍省軍政が承認しないと作戦は全く進まない、そんな状況でした。満州事変、そしてその後陸軍が関東軍の暴走に引きずられる形でどんどん世論の支持を集め、行動を起こし、そしてますます世論の喝采浴びる中、海軍でも作戦系、すなわち軍令部中心に、陸軍と同様に海軍でも軍令部が作戦決定できる、もっと言えば軍令部が海軍省に優越できる、そんなシステムにしよう。軍令部でその先頭に立ったのは南雲大佐、後に真珠湾ミッドウェーの司令官でした。一方作戦が政治に優越したら国が滅びる、軍政が作戦に優越しなければならない、そう考えていたのが当時の軍務課長井上。この井上のところに南雲が怒鳴り込んできました。お前の範をつけ、殺すぞ。実際当時は515事件もあった頃で、血気盛んな左官クラスに本気で逆らえば命も危ない状況だったんですが、井上課長頑として退けました。範などつけぬ、作戦が政治に勝ってしまったら日本は滅びる。貴様何を言う。南雲が本気で殺しかねない剣幕。この時井上は遺書を書いていたようです。殺されるかもしれないと思ってたんですね。最終的にはさすがに南雲さんも井上を殺すことできず、まあ当然ですね。海軍では軍政が作戦に勝るという、まあ当たり前の慣行が
保たれました。一方の陸軍、作戦が軍勢に勝ってしまったことにより関東軍が暴走し、張作霖爆殺事件、そして満州事変、そして支那事変、そして大東亜戦争、この流れできたわけですから、軍政が作戦に屈してはならぬ、井上の見解は実に正しかった、そう言うべきでしょう。軍務課長から軍務局長になった時、さっき言った山本次官、米内海将とともに井上、ここでも体張って三国同盟に反対。けれどその米内海将、首相も拝命するわけですが、三国同盟をぜひとも通したい、陸軍によって半年で内閣は崩壊、井上を後継した米内、米内を後継した近衛によって大東亜戦争への道が開かれます。近衛内閣で三国同盟の締結、昭和15年の9月でしたね。三国同盟に反対した山本とか今日の主人公井上は、三国同盟がなった後国内にいるのはまずいというわけで海に出されました。山本は連合艦隊司令長官、井上も部隊を任されて海に出ますね。そして昭和16年末に起きた真珠湾攻撃、大東亜戦争の勃発、真珠湾のあと5ヶ月ほど経った珊瑚海海戦、ここで井上率いる部隊、第4艦隊でしたね、その第4艦隊が珊瑚海海戦、ここで空母昭報を日本側喪失、けれど歴信頓も沈没させました。互角の戦い、この時中将だった井上、マリアナから作戦指揮、けれどこの井上の指揮が関東精神に欠けるということで、井上はもうここから艦隊勤務なくなります。この経緯については夢ラジオでも以前珊瑚海海戦の回で詳しくお話ししました。この珊瑚海海戦は互角の戦いだったのに、どうして井上が関東精神に欠けると当時の軍令部から判断されたのか、そして懇意にしていた山本司令長官から空母取り上げられ、そして陸上勤務になったのか、今振り返ればちょっと理解しにくいところですね。このあと井上はたっての希望もあって海軍兵学校校長になります。海軍兵学校校長、長くやりましたから、海軍兵学校校長といえば井上。
あるいは井上といえば三国同盟に反対だの、珊瑚海海戦だのより、あ、海軍兵学校の校長先生ですね。語学ができた井上。大東亜戦争中、適正言語として英語が敵視される中、海軍兵学校では最後まで英語を教え続けました。さすが。戦争をしていても敵国の言語を知らずして、どうやって情報を集めるんだ。まさにその通りです。私は一度江田島に行ったことあるんですよ。海軍兵学校の見学。江田島にはフェリーで行かなきゃいけないんですね、今でも。で、そのフェリーを操縦しているおじさん、私は大学院生だったですね、確か。そのおじさんが操縦しながら、なんとなく若かった私と話してくれて、兵学校に見学に行くんですよ、と言うと、井上校長は最後まで英語を教え続けたんです。そのフェリー操縦のおじさん、誇らしそうにそう言ってましたね。戦後、井上が好きだった横須賀に、もう居を構えと言ってもおんぼろ家屋でしたね。そこで英語塾開いて、なんとか生活しました。生活は困窮したようですよ。海軍大将だったわけで、つてをたどればいくらでもなんとか会社の役員とか、なんとか団体の理事みたいなポストはあったはずですが、井上は横須賀に引っ込んで、英語塾。けれど、やっぱり教えること好きだった井上。横須賀の子供たちに英語を教えること、楽しんでやってたようです。そして、ラジオでね、ニュース聞くこと、そして英語でもラジオニュースが横須賀で入りましたから、その英語ニュースを聞くことが楽しみだったとか。生活は本当に貧乏だったようですよ。食べるものももうカツカツみたいな。これがかつての海軍大将か。これがかつての司令官か。同じく司令官務め、海軍中将だった小沢治三郎。彼も戦後、何のポストにもつかず、どんなオファーも断り、貧しく暮らしましたね。自分の部下たちがどんどん死んでいったこと、その部下たちといっても20歳前後の若者たちも敬礼して死んでいったこと、そして生き残った自分、その時、とてもじゃないけど、この世で、人の上に立つポストなど、全うできなかったんですね。井上も、小沢も。一方で陸軍の辻正信、海軍の源田実、こういった類の人々は、
国会議員にまでなってあっちこっちで講演、その対比を私たちは今しっかり見つめるべきでしょう。最後の海軍大将井上重雄、横須賀を愛した井上重雄、まさに海の男、その晩年の貧しさも今思えば彼の栄光に一花添えるエピソードにもなっています。放送中にも言いましたが、語学の達人、ドイツ語も熟達ですから、陸軍がね、三国同盟やるぞと言っていた時、ドイツ語でマインカンプフ、ヒトラーの、読んでいた井上は、何を言うと、ヒトラーがどれほど日本人を蔑視した言葉を我が闘争に書いているか、お前は知っているのか。フランス語も流暢で、フランス語では情報収集もしていたようです、戦前戦中はね。そして英語、戦後は横須賀で英語の先生、同じく英語の先生として私も励まされる思いです。井上がどんなに貧しくても、我が意貫き、そして語学から離れなかったこと、これも頭下がる思い。井上重雄記念館というのもあったらしいですが、もう閉鎖されたようです。私も横須賀に行こうと思ってけれども、閉鎖されてしまいましたね。夢ラジオ第451回、今回は井上重雄、帝国海軍の軍人さん、語学ができたんですよ、そんな人を取り上げました。ご視聴ありがとうございました。